いいえって言うんだよ、もう疲れるから。ナイスだけ言ってよ、ナイスだけ。せっかく今閲覧あるから。でも閲覧いくつぐらいだ、1250ぐらいか。ナイスだけって。なんで俺が言うの？違う、だ俺、こじきだって言われるから嫌だよ、違悪いけうんだ、ど。俺がナイスしてもみんな押してくんないで、吉井さんがナイスしたら押してくれるんだよ、そだっこて、こじきって言われちゃ嫌だが。こよ、じ私、きじゃこじないきじゃよ、ないよ、俺、こじ悪きじいゃけないど。よ、こじきじゃない、こじきじゃないよ、あんたから金もらっこじたきじこゃとないないかから、んね、悪いけこじきじど。ゃないから言って、こじ帰っきじゃて払ってやってるんじゃない、いつそうも。だよ、こじきムじゃカないつくよ、んだよ、むしろ私。こじきされてる方だよ、されてる方ってなんこだじよ。き、こじられてる、ん？こじ、早くナイス言って、早くナイス。そうに、無理に親に言うもんじゃないよ、あんた。自分の力で取ればいいじゃない。自分でこういう職業を選んだんだから。違うかい、あん職た。業そうでしょ。こういう職いっ業をつ選もんだ。私にね、こう言わせたり、金貸してくれっつったり、返すからとかさ。どういう子なんかなと思って、どんだけ悩んでるか。本当だよ、私。本当だよ。あんた普通の子じゃないよ、どう見ても。あのね、あの部屋見ただけで涙出るよ、本当に。だから、ね、お金、車のお金なんか返さっていいから、もうくれるから、あれは。だから、このうちは出てってもらいたいだけ。みんな荷物持って。そうすればね、自分で一人で何やっても構わねえ。ね。悪いけど。私は、あの部屋がかわいそうでダメ、もう。生きていけねえ。ああ、じゃあ。私、汚いの嫌いだから、あんだけ汚くして。いっぱい持ってきたよね、車から。いろんな荷物を。すごいよね。あんだけ無駄金使ってるってことだよね。そんで税金払わないんだよね。ほんで、水のサーバーなんか飲んでさ、間違ってるよ、あんた。お金払うってことはそういうことじゃないよ。もっとね、自分をね、自分を詰めて払うんだよ、何でも。自分を詰めてね、自分を詰めて何でもやるんだよ。そうでしょ。私が一生懸命貯めたお金だよ。悪いけど。もう10万しかないよ。なん悪いこれ。けど。すごいよね、あんた。何でも人から取って。すごいよね。去年は200万取って。今回もまた車買う金取っこれうて。まっ。ね。どうかしてるよね。私あんたに貸したからね、今度は返すって言ったんですよ。返すからどうしてもね、ないからって言うんですよ。返すからって言ったからね、じゃあ返してくれるんだろうと思って貸したんですよ。でも私はもういらないです。いらないから出てってもらった方がいいです。もうこういうことがね、どんどん続くようだからね、もうね、足りるわけがないんです。シーマンなんか買ったってね、税金8万も払えるわけねえんです、このバカが。物をめった買うんだから、いらねえもんまで。女の、なんだっけ、パジャマ買ったりね、そんなことばっかりしてね、お金が必要だったらね、普段着ないものを買わなきゃいいと思うんですよね。なんで買うんかね、こんなにいろんなものをね。普通わかんないかね。私は一生懸命詰めて生きてるけどね、いろんなものをね。人のためにね。うん、ベリーちゃんね、パジャマ買った、女の。そういうのみんな放ってある。ね、考えられないよ。私、全部自分のあれだから、断ってるから、何でも。あんた200万取られてから。ほんで、やっと貯めたんだから、あんだけ。そうでしょ？それをまた取られたんだから。ひどいよね。アパート借りて一人でね、やってもらいたい。ほんでね、洗濯もね、こんな体でね、できないんですよ。腰が痛いから。ほいでね、洗濯ね、あれです。一人暮らしやってる人はね、自分で洗濯しますよね、男だってね。それをね、脱いだ中からまた着てるんですよ。そんな子いますか？人間として。いないでしょ。じゃあ、親が死んだら洗濯そうにやってやるんかなと思います。本当に。いつまでも親は生きてないですからね。うん。ね、呆れてますよ、私も。この子には。本当に。
パジャマね、女のパジャマです。ほんでね、耳がついてるようなあんなの。ほんで袋の中入れてみんなまた持ってきましたよ、部屋に。あんだけのぬいぐるみがあるのに、またゴミをね、袋入れてね、6つぐらい持ってきましたよ。もうめちゃくちゃですよ、向こうの部屋は。だから出てってもらえばいいから、もういいからね、返さなくて、あのお金は。ナイスだけ言ってよ。もういいから。出てってね、うちを。ナイスだけ言って。出てってくれる？ナイスだけ言って。悪いけど。ナイスだけ。もう二度とうちにいないでくれ。ナイスだけ。関係ない。ナイスだけ。関係ない。ナイスだけ。関係ない。ナイス言って。私関係ないもん。あんたがやってんでしょ。親をね、こうにね、メタ使うっていうのは良くないよ。自分でやり始めたら自分でやった方がいいよ、何でも。そうでしょ。親が具合が悪くて腰が痛いのに何考えたろ。そんなことをするんだったらてめえで洗濯すればいいじゃない、あんだけ溜まってんだから。車片付けてくれでな、大事だなんて聞いて呆れるわ。自分で散らかした車じゃねんけ人が散らかした車じゃねえで、あんたあのデブ見てみ、ケツもデブで二重顎。それさ、それはそうは大きな間違いや。人が汚したところだろうが、自分が汚したところだろうが、掃除したら疲れるやろ。それがね、あれですよ。人がやったこと疲れないって。じゃあ私が調整官で働いたのは、あんた働いてみりゃんじゃねえけ。朝の6時半から11時半までぶっ続けて働いてみりゃんじゃねえけ。そんで人の面倒見ねえってそうに言ったよな。2日分働いてみりゃんじゃねえけ、1日で。なんでそれとこれとは別じゃないですか。あ、別じゃないよ。別じゃない。そんなことになったら吉井さんだってね、働いた後ね、俺ほっぽらかしにして男とか走ったくせに、余裕はそれとは別じゃないですか。すごいよね、すごいよね、この子ね。金取り続けだよ、私から。吉井さんの言うんだったら、そんでね、働いてれば不倫してもいい。そんだけの金を取られてね、車中からあんだけの荷物を持ってくるんですよ。あんだけ無駄遣いしてるわけですよね。参っちゃうよね、これじゃ。精神的参っちゃうよね、私。本当に。もっとね、普通に暮らしたいです、私。本当に。なんか貸す方も悪いって言うけど、貸さなかったんですけど。普通にね、暮らしたいとか言うけど、そもそも吉江さんが普通じゃないんですよ。そもそも。あんたが違うからだよ。俺じゃあ、行けばいいじゃない、どっか。俺も普通じゃないけど、吉江さんも普通じゃないから。だから、ここ出てくれって言ってんだよ。俺も普通じゃないのは認めるよ。でも、吉江さんも普通じゃないから。だから、ここ出てくれっつうの。あんたと一緒にいたくないから、もう。ねえ、悪いけど、出てってくんない、もう。ねえ、お金やるから。いらないから。さっき貸した金いらないから、ここから出てってもらえば、それで十分。これからは、ちゃんと生きられるから。向こうの部屋きれいにして。あんな汚い部屋、嫌だよ、私。気持ち悪いよ、あの部屋は。あんな散らかってる部屋ないよ、悪いけど。外だってみんなゴミだらけじゃねえ、いろんなものを並べて。あんた何もできない子だよ。ゴミだらけってか、ゴミを片付けたからそうなるでしょう、自然と。クズ野郎、あんなクズ行けよ。ちょっとうるさいからこっち行こう。もう疲れた。今日頑張って使い、あのね、頑張ってなんとかこれ車をどうにかしたのに、もうちょっと今こう疲れたね状態で、あんな聞きたくないわ、もうきつい。あー、もう疲れた。花粉症やばいな。くそー、結局ナイス言ってくれてないね。ナイス言ってくれてないじゃないか。まあいいかも、別にナイスにはあんまりこだわらなくていいや。もう疲れる、ナイスナイスとか言うの。はあ、もうナイスナイスのほんと疲れるがやだ。てか、ナイスありがとうございます。あの外国の人に電話しないと。てか、外国の人に電話しないとだな。